戻っても土地もない家もない、もう諦めるって言うのに、もう今度頑張ろうって、それはなくなってしまうね。すごい大変だったと思うんですけど、その被害の状況を、お父さんマスク取ればいい、しゃべりに、ね、反対の川の方を見たら、今まで見たこともない水が上がってしまうとね、これやばいなと思って、2、3分で荷物ちょっと持って出ようとして出たら、もうちょっと長靴の半分ぐらいまでずっと水浸しになっとって、やばいやばいって出て、水がちょっとだけ引いた時に自分の家見に行ったら、自分の家の場所があれ俺の家と違うなと思ったら、もうドミノみたいに下へずり落ちてしまって、この後ちょっとね、まあ西穂に戻れるかっていうのもあるね。あ、それはもう1年もまだもまあ無理やろ ね、道がと通じんことにね、その、ちょっとねこっちにいる期間っていうかね、仮設待つ時間も長いと思うんですけど、今度は地震土地持ってもっと長いと思う、ね、地震もっと長いですね、地震の日でない被害を受けてしまってるから、精神面とか気持ちの面って、ここまで来るとね、なんかね、打ちひしがれたみたいになってね1回ぐらいならなんとか立ち上がられる2度もあるとね、1年も経たんうちに、どこの地域におろうと準備をしておかないと、元と同じようなことを繰り返す可能性ある。で、そういうことにやっぱりなってほしくないから、日頃からやっぱり人ごと他人ごとに思わないで、自分ももしかしてということを、頭に入れて行動していってほしいなというのがあります。